いおり、今日はホワイトデーだね。ファンのみんなへのお返しってどうする？手紙がいいかなと思ってる。日頃の感謝も込めて。ああいいね、公式メッセージ的な。それなら俺といおり連名にしてさ。いや、俺は一人でじっくり書きたいな。え？その方が思いも伝わるだろ。一人一人に寄り添った手紙を書くって大事だと思うんだよな。あ？一人一人？うん。あれ？あれで？もしかしてよりくれた人全員に個別で手紙返そうとしてる？そのつもりだけど。いやいや無理でしょ。何人いると思ってんの？たくさん？感情できないバカじゃん。ダメダメ、何日かかるかわかんないって。いや大変なのはわかるけど、でもやり遂げたらかっこよくないか。武士たるもの努力は必要だと思うんだ。武士とかかっこよさとか必要ないと思うよ。手が腱鞘炎になって終わるのが見えてる。そんなね、普通に連名の公式メッセージにしよう。お前と連名は嫌だ。なんで？お前はいつも俺の文章を書き換える。何を書いても結局裏で修正してるだろ。知ってるんだからな。だっていおりの言葉優しすぎるんだもん。あんなメッセージ見たらみんな好きになるじゃん。それの何が悪いんだよ。これ以上ファンが増えると俺が把握しきれない。いい感じのところで止まっといて。はあ？あのね、人間一人の情報を把握するのってそれなりに時間がかかるんだよ。わかる？把握ってなんだよ。まさかお前、俺のファンの人全員知ってるのか？え、そうだよ、当たり前じゃん。別にそのくらい良くない？普通じゃない？普通ではない。そんな怒らないでよ。おい、変なことだけはするなよ。俺にしてるようなことファンの人にはするなよ。そこはわきまえてます。まあファンがイオリに対して何かしてきたら俺は黙ってないけどね。すぐ戦闘モードに入るな。ごめんね、こういう性格なんだよ。なはるひ、お前本当にバカなことして捕まるなよ。わかったな。俺に限ってありえないでしょう。いや一番可能性高そうなんだって。大丈夫大丈夫、ほらさっさとメッセージ作っちゃおうよ。結局どうすんの？連名はどうしても嫌？一緒でもいいからせめて動画メッセージにしてくれ。え、もしかして俺に改ざんさせないように？そうだ。いおりにしては頭使ったね。ま、俺は動画でも別にいいけど。はい、じゃあさっさと撮ろう。一応言うけどちゃんとやれよ。大丈夫だって。どうもリブーストの梶春日です。宝田いおりです。こんにちは。ホワイトデーってことでお礼のメッセージを送ります。今年もたくさん思いを伝えてくれてありがとう。全部大切に読ませてもらったよ。すごく嬉しかった。わざわざ自分の時間を使って送ってくれてありがとう。これからも無理ない範囲で応援してね。みんなの気持ちを無駄にしないよう音楽に真剣に向き合っていきます。いおりと二人で頑張ります。今年もいい音楽を作ろうな。もちろん、すごいのぶっ放すから見といてよ。それじゃあ今後もリブーストをよろしくね。よろしくお願いします。バイバイ。